どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はゲームの回でございます、えー。僕が昔やっていたゲームを喋ると。そんな回でございますが、今回は桃太郎伝説ですね。伝鉄ではなくて伝説です。まあ、伝鉄はもう喋ってるんですけれども、えー、RPG の、えー、桃太郎伝説ですね。はい。これを喋ろうかなと。 思います。やってましたね。えー、最初はやってなかったんです。えっ、ー、と、初期がですね、1987年、ファミコンで発売されてますが、僕5歳ですね。はい。これはやってないです。で、その後、モータロー伝説ターボっていうのが PC エンジンで出てます。ターボ2っていうのも PC エンジンで出てます。これもやってません。はい。PC エンジンなぜかありましたけど、 <laughs> ちょっとゲーマーな兄貴がいたんでねあ。ありましたけど、僕はちょっとあんまり PC エンジンやってないんですよね。で、その後、新桃太郎伝説というのがスーパーファミコンで出ました。はい。これもやってないです。<laughs> じゃあ何やったんだと。その後ね、プレステに出たんですよ。桃太郎伝説っていうのが。はい。これをやってます。で、これは、元々のそのお話、ファミコンとか、えっ、ー、と、ターボとかであったお話をいろいろ混ぜこぜの えーまあ、完全リリニューアル版みたいな感じらしいんですね。はいまあ、僕はこれしかやってないのでどこがどうっていうのはちょっとわかんないんですけれどもあまあ好きでしたね。 はい。やっぱり、あの、まあ、桃太郎ってみんな知ってるじゃないですか、お話。それで、金太郎も仲間で出てくるし、浦島太郎も出てくるんですね。で、まあ、あと、八シ姫。まあ、あと、八シ姫が仲間になるんですけど、まあ、一応その昔話、結構知ってる昔話が、こう、混、ま、ぜこぜで。まあ、結局、ボスは、閻魔大王なんだけど、ええー、ま、鬼が出てきたりね、敵に鬼がいたりとか、あと、ま、風神、雷神がボスキャラでいたりとかさ、マシラがいたりとか、アシュラがいたりとか、ま、いろいろあるんですよ。 でも、もちろん、犬猿記事もね、仲間でいて、他にもね、まあ、サブキャラとしてね、三年寝たろうとかさ、いろんなお話がこう、あるわけですよ。おむすびコロリンとかね、花坂じいさんとか、そう、そういうのもあって、それが、こう、一つの物語として、えっと、RPG としてあるっていうのが、なんか僕の中では結構、ハマるというか、それが面白くて、やってましたね。で、まあ、主人公、桃太郎で、まあ、この RPG は、他と違う、まあ、レベルっていうのが絶対あるわけじゃないですか。これは段ですね。レベル上がると段。 で、経験値が、えー、心なんですよ。で、MP、まあ、魔法とかつかね、その MP は技なんですね。で、HP、体力が、まあ、体、まあ、体力の体ですね。まあ、真偽体みたいな感じになっております。これがちょっと違うところですね。で、あと、敵が出てきて、まあ、倒すじゃないですか。まあ、ドラクエとかね、ファイナルファンタジーとかだったらモンスターとか出てきて、まあ、倒す。イコール、ま、殺すことになるんですけれども、これは死がないんですよ。はい。全部懲らしめるっていうところなんですよ。 そこはなんか、こだわったというか、その死というものは、あの、結びつけなかったっていうのがあるみたいですね。で、このゲームで一番、あの、思い出されるのが、まあ、他の RPG とは、やっぱね、エンカウントが全然違くて、これすごい高いんですよ。エンカウント率。すぐ敵出てくるの。<laughs> フィールド上でも洞窟とかでもね。まあ、それはちょっとイラついた部分はあるけども、それでも頑張ってね、クリアしましたよ。まあ、面白かったからね、夢中になってやってました。で、まあ、特にね、 ここがすげえ難しかったとかないんですけど <laughs>、まあ淡々とこなして、まあお話通りに、えことを進めて、まあ村を救ったりとか、そんな感じでやってたんで、あれなんですが、まあ何すかね、絶好調システムとかさ、そういうのが、まあこれ調べたんですけど、あの昔はなかったらしいですね。絶好調ってなるんですよ、いきなり。まあ何か条件を満たすとかじゃなくて、いきなりになったりします、歩いてると。したら攻撃力が1.5倍で、たまに敵の 攻撃効かない、ノーダメージとかね。そういうシステムがあってだから絶好調の時、ボス戦の前に絶好調になったらめっちゃラッキーみたいなのがありましたね。あと、イフ堂々システムっていうのがあって、まあもう、桃太郎とか、まあみんな強くなって、あまりにも弱い敵が出てくると、もうすぐ謝って逃げちゃう。で、お金とか心をちゃんとくれるっていう、そういうシステムもありましたね。それがイフ堂々システムですね。まああと、カードシステムっていうのはあって、まあこれはカードを使うんじゃなくて集める。 ですね。で、レアカードを集めて、レアアイテムもらうみたいな。確かそんな感じだったと思う。間違えたすいません。<laughs> 調べたけど、しっかり調べてないです。<laughs> めんどくさいから。<laughs> 自分の記憶も混ぜつつの、えー、感じで喋っておりますが、桃太郎伝説、もう一回やってもいいかなっていうぐらい結構好きですね。 もう手元にはないんですけども新バージョンとか出たらちょっと欲しいなってちょっとは思う感じになりますねまあ今多分絶対買わないですけどそんぐらいなんかそういう昔話を、まあ、誰もがある程度知っている昔話を別のシステムで物語にして RPG にしてっていう形がとても僕は好きなタイプなのでまたやれたらいいなとも思うしなんか自分で体験するっていうことでその物語進めていくそのゲームではあるけどもそれでなんか深みを知るというか ただ絵本で読んだだけだと、こう、あんまり頭に入ってなかったりもするじゃないですか。そういうのでお話が結構頭に入ったりもするから、まあ僕は結構いいゲームだなと思ってるんですよね。だからこういうのをまた新しい、今ゲームやり始めたっていう子供とかには、やっていいゲームのような気がします。はい。勝手に思ってます。<laughs> というわけで以上です。はい。桃太郎伝説おすすめということで喋ってみました。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。